デジスコの撮影機材例デジスコとはデジタルカメラとフィールドスコープとを合わせた造語である。コリメート撮影とも呼ぶ。その名の通り、二つを組み合わせて行う撮影方法であり、長望遠の撮影が可能となる。通常長望遠の撮影は長望遠レンズをレンズのないボディに組み合わせて行うが、デジスコの技法はカメラに付けられたレンズにさらにスコープを組み合わせて、 長望遠の効果を得るところに特徴があるこの撮影方法をコリメート撮影と呼ぶ。野鳥撮影などの際には一眼レフと超望遠レンズの組み合わせよりも安価で焦点距離が長く軽量になるとされている。フィールドスコープは地上の鳥頭を見るために肖像で見えるように内部にプリズムを入れて像を反転させている。これをカメラレンズで もう一度反転させて撮像部に投影する方法が、コリメート撮影法である。ボディに直接天体望遠鏡を組み合わせて、撮影する方法は、自家焦点撮影法と呼ばれ、普通の超望遠レンズを使う方法と変わらないので、通常デジスコとは呼ばない。対物レンズの光を直接撮像部に投影するので、画像の劣化がなくさらに天体望遠鏡の場合、 中心部の精度は良くなるが周辺部は流れるので補正レンズを併用することもある。ありがとうございます。